なんじゃ、わからないので言ってる、ご飯に。ザ・マサコさん、準優勝おめでとうございます。10時半から表彰式の受付をが始まります。新宿で東3階のアイメッセホールというところでよろしくお願いいたします。いえいえこっちが気になりますもちょっと申し訳なかったような感じなんで、はい、そうですね、まあ、ちょっと細いのとあとちょっと三景がもう墨がちょっと効いてるような感じなので、
会社の販売する。何？ちっちゃいのもある。色が飛んでます。それ？ちっちゃいの。ちっちゃいの。おはようございます。おはようございます。もうちょうど参ります。はい。あ、どうぞどうぞ。はい。はい。
はい、おはようございます。どうでした？あの、53の、ええ、ええ、おめでとうございます。さっき連戦連勝です。ええ、はいはい。ええ、はい、はい。もうぜひあの弊社の勝利をお願いします。ええ、贈呈用の。あ、ありますよ。あの、ブースに行っていただければ、ええ、もう差し上げますんで。うちの勝利は、あの、大きくするだけじゃなくて、内臓と骨格強化になってるんで、ええ、あの、体型をね、守りながら、うん、綺麗な体型を維持しながら大きくなりますんで。勝利がいいですね。勝利と、あと、あの、ちょっと夏場は、杭が落ちてきた時なんかは、あの、将軍の胚芽を5割ぐらい混ぜてあげると。で、あの、はい、そうですね。あの、やっぱバランスが大切なんで、状態ばっかりあげるとですね、やっぱりちょっと杭疲れちゃうんですね。水温が高すぎると、30度以上超えてくるんですね。ですので、そこら辺の加減はちょっとやっぱ鯉の状態を見ながら、あんまり上げすぎるとですね、あの体型崩れてきちゃうんで、はい。はい。はい、ぜひぜひ。ちょっと今、Facebook ライブ中なんです。ごめんなさい。あのうちの営業にあのサンプルもらってください、ブースで。はい。あ、こんにちは、どうも。ご無沙汰します。すいません、ちょっと Facebook ランチになってごめんなさい。はい。本部よりお知らせします。11時からイーグレ姫路3階のアイスホールで表彰式を行います。まだ受付をされてない方は急いで受付してください。よろしくお願いします。これだったらあの表彰式行くわ。実はこれあのね、充電を今ね充電してんだよ、バッテリーを。だから表彰式の時にあのオブリか誰か持ってこさせてくれる。
庄司が知ってるよ。増田庄司が知ってるだけ。以上で、小さい子の方のエントリーと美少女がアップさせていただきました。たくさんあるんで早回しで見づらかったとは思いますが、ご理解いただければと思います。引き続きですね、200番台から1万台倍、今回ちょっと遡りながらアップしていきます。よろしくお願いします。